はい、世界バイナリーオプションスペシャリストの半前和先生です。株の投資で、さや取引の、また進化した投資方法で、4つとか16個とか同時に1つのチャートに入れてですね、自然に変化するように細工して複合します。そうしまして、それをまとめて投資することによって、テクニカル分析が非常に有効になってくるということですね。人間の手で変える変化というのは非常に分かんない。テクニカル分析も非常に荒れて使いにくくなります。それを解消するために資金はいりますけれども、何十個も買ったり、複数以上買いますのでね、大変資金がいりますけれども、半間岩先生はこういうふうにして投資しますから、金がないと投資できませんからね、注意してくださいね。それから、このね、今、投資の、今日、計算しましたけど、少しずつ稼いで、いきなり稼げないということですね。地道に稼ぐということが大事です。3台パソコン動いてるんですけどね。こちらです。今ね、こちらの複合通貨。これは1、2、3、4、5個ですね。こちらは1、2、3、4個ですね。あ、5個ですね。ということでね、これですね。これの冷やしですね。見て。こういう変化になってます。この変化上昇ですね。両方ともね。それで、冷やしから4時間足にしまして、パーセント R をテクニカル分析で下ついたところいます。下ついたところに買いなさい。上は上にこれ上昇してますでしょ。ね。両方とも上昇してるんですよ。ね。で、こっち上昇してますよ。だから、これ下についたときに買ってください。それで上行って様子伺いましょう。それでまた下行ったら買いましょう。下行ったら買いましょう。下行ったら買いましょう。上上がったら様子見て計算しましょう。まあそういう取引を繰り返すんですね。ずーっと。で、ただの通貨、一つの株だけじゃ通用しません。これは。複合通貨で自然にテクニカル分析が有効になってくるというものを。ように、このように複合します。通貨ここ。で、もう一個見てみましょうね。こちらの方ですね。こちらガチャガチャ言いながら上昇してると。そんなにすんなりではないですね。で、国際株ですよ。で、ここ、ね、ここら辺で落ちてきて、ここきついな。この時は難しいんで注意しないといけないですね。で、ここで買って、ね、上。ここ買って上。ここを買って上。たんですね。ここのとこ買うとし、大変ですね。ここまで待たないといけないね。ここまで。ここで買って間違ったら、バーン。バーン。バーンって2回、3回、3個買いましょう。ね。それで、ここ上がるまで待ってください。ね。ここ下がってきたときついですけども、こうですね。たら、ここんとこで、チャラ取れるかな。チャラ取れるとこで、計算しちゃいましょう。まだ待つのがいいかな。バーンバーンバーンって待っとくんでしょう。こうってきついくなって、それで上がって、ここでね、たんまりで、こっち下がって、また下がって、この下がって、また上がると。まあ、ここのとこ難しい、非常に怖いところです。
ここは勝ち勝ち、こっち勝ちですね。ここの時の負けの時の対策ですね。ここで取引しちゃうから相当負けるな。ここ落ちると5万ぐらいいっちゃうかな。10万ぐらいいっちゃうか。10万じゃない、30万くらい怒っちゃうからね。困ったな。最低資金でもこれだけ落ちると30万か40万ぐらいいっちゃうかもしれないな。これ落ちるとね。あ、困ったな。これ注意ですね。ここのとこれとこれはね。よっぽどの時じゃないと取引しないようにっていう感じですね。このとこでしょ。ちょっと前見て、もうちょっと前みたいな。ここ下はダメでしょ。上バーン。バーン、バーン。うん。ここですよね、失敗はね。ここですね、失敗。こんなところで取引したら破産しちゃうよ。これ30万が最低ロットで、30万以下100万ぐらい起こっちゃうのか。ここでね、ここで取引しちゃったら、まあそういうことですね。これだともう全然足んないです、資金が。損切りするんだろうけども、アップアップですよね。こういうこともあるんだな、本当に。これはそういうことがあるんね。だからこの損切りですよね。ズドーンとしたらもう諦めるしかないね。またザーンでしょ。最悪ダブルで、ダブルダブル3ダブルねえ。